ての体験メールをご紹介したいと思います。はい、行きましょう。京平さんお願いします。はい、読ませていただきます。愛知県のですね、寿司シャーベットさんからいただきました、うん、ありがとうございます。ラーメンを食べるために初めて行列に並んできました。おい、開店30分前に行ったのですが、すでに十数名の方が並んでいました、うん、友達とワクワクしながら列に並び、どれを食べるか相談していたら、あっという間に開店時間でした、うん、一口食べてからうますぎて友達と静かにアイコンタクトしました。やっぱり行列ができる店には理由があるんだなと思うくらいうまくて、またいろんなところに並んでみたいと思ってしまいました。なにわ男子の皆さんは食べ物のために行列に並ぶことはありますか？ええー、やっぱ行列並ぶのは、やっぱり好きではないけど、うん、食べたい欲の方がやっぱ買ってしまうよね。じゃあ並ぶんですか？並んじゃう。ほんまに1、2時間やったら、俺は一回その場を離れると思う。なるほどね。僕は並ばないっすね。うん、もう並ばん？もうすぐ帰って、うん、すぐ食べれるものがいいからね。あ、なるほどね。もう、やっぱり。でも、あるやん。いや、あの遊園地とか言ったらさ、結構並ぶのは、遊園地は並ぶ。もうアトラクションはいっぱい並ぶよ。あ、なるほどね。アトラクションはいっぱい並ぶけど。そういうのはいけるってこと、ね、そういうのはいける。食べ物は俺もうコケリアンなんでもいいからね。濃い味好きやから。男子やな、それ。濃かったらいいよ。わかるわ。濃い味作ってまうもん、何よりしてもな。濃い味がいい。ちょっとこんな感じで、行ってみましょうか。それでは行きましょう。なにわ男子の、なにわ男子の、うらじー。こんばんは、なにわ男子の大橋和也です。こんばんは、高橋恭平です。はい、お願いします。お願いします。いつまでもね、うぶな気持ちを大切にリスナーさんに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のうぶラジ、今週も始まりました。よいしょ、7人組のね、我々ですが、はい、今週はこの2人、大橋和也と、はい、高橋恭平で、はい、びっくりする。言うてくれんのかな思ったら、いやいやいや、俺が言うんです。そろそろよね、あの高橋恭平の声で覚えてほしいから。あ、なるほど。そうそうそう、はい、ついにね、あのツアーもね開幕して、はい、この夏から秋にかけて全国を巡るデビュー後初のライブツアー、なにわ男子デビューツアー2022ファーストラブがついに開幕しました。はい、ありがとうございます。本当に今なんかほんま片言みたいになってましたけど。いや、英語はちょっと片言になってしまうよ。ね、そう、数字もね片言になってしまうんですが、はい、まあ今回はね大阪公演からスタートしたわけですが、はい、どうでしたか、あの大阪公演を終えて。大阪公演終えてですか、うん、いや、めちゃめちゃ楽しかったですね。楽しかった。やっぱこう久しぶりの、うん、やっぱこうライブだったので、うん、やっぱこうね、何方の皆さんと会えるのもすごく嬉しかったですし、うん、やっぱりこうね、デビュー婚がこうやっと、うん、開催できてよかったですね。せやね、デビューしてから初めての ね, ね、コンサートやったからね、うん、それやっぱ踊ってたりして、まあ何煽りとかでもさ、手振ったりしたらさ、はい、ファンの皆さんが笑顔になってくれるのがすごい嬉しいよね。いいっすね。やっぱいろんな打ち合わせもありましたしね。そう、しかもね2日間ありましたから、7月27日と28日はい、なにわの日ね。そうなんですよね、うん、ライブ終わってからもね、ライブ終わってからもさ、あのお風呂入ったよ、みんなで、うん、入った。あの俺が恭平の体いっぱい洗ってあげて、洗ってくれた。頼んでないのに急にくっついてきて、でなんかゴシゴシタオルでゴシ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 してめっちゃ痛かったけども、全身洗ったってもん。全身洗われました。そう、1年分ぐらい洗っていただきましたけど。ない1年分で。まあでもそれぐらいね、ほんま余韻に浸れるぐらいほんま楽しかったってことやね。うん、楽しかった。うん、会場に来れる方はね、あの一緒に楽しんでもらえたらなと思います。はい、今週もうぶな気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。はい、それではここで今夜の1曲目、8月3日リリースニューシングル、重岡大毅くん主演ドラマ雪女とカニを食う主題歌、ジャニーズ WEST で星の雨。木の家は自然の一部だ。森から生まれまた森へと帰っていく。木材を使ったら若い苗木をまた植える。木の家はこの星をめぐる大きな循環の輪の中にいます。トゥリーイングフォーアース住友林業。今年55周年を迎えるオールナイトニッポンのオフィシャル裏本、新解釈オールナイトニッポン、10人の放送作家から読み解くラジオの今、各ネット書店で予約受付中。藤井聖堂、小西正輝、高井仁、石川昭仁、寺坂直樹ほか、放送作家10人のロングインタビューに加え、ナインティナイン佐久間信行の特別インタビューも収録。
パーソナリティの姿を真横で見てきた放送作家たちが電波には乗らない数々の物語をお届けします。日本放送イベントページをチェック。今日のメンバーは高橋恭平、大橋和也です。なにわ男子のズームラジー。あ、始まりました。この曲ウブラジ伝言版。はい、なにわ男子の藤原丈一郎です。道枝俊介です。あ、もう怖いよ。なんかスタジオにいるメンバーへの伝言ですが、このテンション、チャレンジしたい髪型髪色は何ですか、教えてください。これ聞きたいですよね。高いよ。まあ、夏ということですから、まあ、やっぱり髪型とかも変えたいじゃないですか、はい。まあ、皆さん学生の方は夏休みに入るから髪色髪型変えたりします。ここでメンバーのお二人にチャレンジしたい髪型髪色、こんなことしたいなっていうのをぜひ教えてください。よろしくお願いします。お願いします。以上、藤原丈一郎と道枝俊介でした。さあ、今日は二人にやってもらいたいことがあります。なんだろう、最初からこれ。一人は今日の帰り道、ほふく前進で家まで帰ってください。無理や。もう一人はブリッジしながら家に帰ってください。ということでやってみてね。やるかな、ほんまに。いやいや、マジ、まあ藤原丈一郎と道枝俊介からの伝言をやったんですけども、初めて、めちゃめちゃおかしいなんかねえこと言ってましたけども。絶対無理やろ。うん、このラジオ内でできんこと言ってますけども。ラジオ内、なんだろう、あそこ、あの出るとこまで俺やるわ。あの、そこの扉出るとこまで、あの、俺が、ガチでやる人おった。ちゃんとやる人。いや、ちゃんとやる。だって、そんな、言われてんから、ちゃんとやる。ちゃんと言われたこと守る人や。じゃあ、俺、北前進だ。うん、俺ブリッジできるもん。俺ブリッジできるから。ほんで、今度、ブリッジして、俺、出るわ。出るとこまでやで。あ、じゃあ、俺、北前進？うん。北前進って何？あ、こうやって、そう。寝転んでやるやつか。そう、肘と手でやるやつ。まあ、手で。ぐいぐい進むやつか。そう、進むやつ。やろう、それは。うん、まあ、やるにしても。やります。やります。やります。まあ、お題はね、チャレンジしてみたい髪型と髪色って言われてたんですけども、はい、やっぱ髪型とか髪色ってなると共変やん。共変よく変えたりするやん、髪型とか。そうですね。髪色も。変えます。なんかチャレンジしてみたいのある？なんか他に。全部やったからな。いや、ほとんどやってるよね。ほとんどやった。逆にさ、なんか俺が見てないのは、まあ、青とかさ。いや、青もやったよ。やったか。やった。あ、やってたわ。うん、濃い青も薄い青もやった。あ、やったわ。でも緑とかさ、そういうちょっと濃い色。まあ、なんか落ちた色とかで、一回なったりしてるから、正味ほんまにレインボーぐらいしかないんじゃないかなって思ってる。お、髪色は。何色使う？7色使う。あんならメンバーカラーの色を全部染めるってこと？うん。だからこれほんまに、だから、許可出たらやっちゃうよ。ほんまにやんの？うん、許可出る一歩手前で今止まってる。一個言っていい？うん。絶対出ん。出へんやろ。だから一生無理やねん。あ、そうなんや。あんなら、マネージャーさんが許可したら、そう。ほんまにやんの？もう一瞬。もう今そこでずっとスタンバってる。今もアクセル全開中。もうぐーって感じ。なるほどね。そう、それがもうピーって開いたらもう。まだドライブにしてないってことですね。そう。もうずっと。じゃあほんなら、マネージャーさんに言っとくわ。大丈夫。なんでやんねやろ、だって。大丈夫。やんねやろ。大丈夫。このままでいいから。ずっと一歩手前で止まってるぐらいがちょうどいいから。ちょうどいいの？ちょうどいい。でも僕的には、まあ、髪色？髪色ははっきり言って、まあ、茶色とか金ぐらいなんよ。やったことあるんで。そう。色は結構、ちょくちょく、あんま変わってないけど、うん、あの、変えてるじゃないですか。うん、なんか、あの、要はから、なんちゃらかんちゃら、ベージュ、なんちゃら、ミルクティーみたいに言ってるけど、だいたい一緒なんや。だいたい一緒なんやけど。だいたい、まあまあまあ、一緒かもしれんけど、髪型は、もっと一緒なんやな、ずっと。そうなんよね。もう10年以上ぐらい多分髪型は変わってないと思う。変化しないのよ。そう。だから挑戦してみたい。まあ、チャレンジしてみたい。そう、いっぱいあるんじゃないですか。髪型は、あの、ロング。ロングの、ここら辺。うわぁ、なんていうの、ポニーテールじゃないけど、イメージないわ。この同じぐらいのところでもくくれるぐらいのロング。イメージないわ。一回やってみたい。いや、あの、東京リベンジャーズのマイキーの、あの長さぐらいに一回してみたい。この、もう肩ぐらいまで。それか、バジさん。あーね。もうだから、くくってや。そう、くくって。もうくくってみたいっていうのは。だから、ただまに、岩本ひかるくんとかやってる感じやん。そう。なるほどね。やってみたいのよね、ああいうの。確かに。イメージないもん。イメージないやろ。ない。そういうのやってみたいなって思う。俺は、デコガン出ししてほしいですけどね。
で、こう、バーンって。もう、オールバック。オールバック。オールバック。うん、もう、オールバックの中でも、ちょろ、この前髪なしでも全部、うん。全部。ほんで、そこ、前髪を全部持ってくくってほしい。あー、なるほどね。そう。もう全部。あの感じね。全部さらけ出しをしようね。え、だからプライベートでやるよ。もう、共演の前でするよ、じゃあ、それ。いや、プライベートはいいよ。あ、だから、コンサートで。それをみんなにも見てほしい。あ、皆さんにも。そう。評判が気になるよね。評判？うん。高評価、高評価。いや、高評価とか違うんですよ。その評判じゃないね。高評価とか違う評判。高評価なのか、ちょっとこう違うのかっていうのはやっぱこうね、僕らの中ではこう、分かってますけども。そうやね。まあ、いずれかはね、するかもしれませんから、皆さんね、ぜひぜひ、楽しみにしてください。よろしくお願いします。絶対知らんやつやん。いや、分からんで、それ分からんけど、ね。まあ、さてね、ここからは、近況トークのお時間ですけども、はい、今日はね、高橋恭平さんからの近況をちょっと教えてもらいたいなと思いますので、はい、ぜひ、いいはい、お願いします。じゃあ、ちょっと近況話させてもらいます。いいの？なんていうの、趣味が一個増えまして。お、何ですか？僕もともとポケモン大好きだったんです。もともとね、うん、このゲーム機でやるポケモンとかは。うん、それが僕ポケモンカードにめちゃめちゃハマりまして。うん、でもそのきっかけが、キスマイフット2の宮田くんと、うん、で、スノーマンの、深沢くんがきっかけでハマったんですけども、うん、まあ、それをまあ同じくやっぱゲーミングチャンネルで結構こう関わらせてもらってて、で仲良くなって、で、この前、宮田くんのお家にも行かせていただいてます。ええー、そうなんや。そうです、本当にもう、ポケモンカードをやりに。うん、おええー。もうひたすらほんまに5、6時間ずっとやってた。ええー、なるほどね。ずーっとやった。その後、もう二人でめちゃめちゃ変装して、カードショップにカードを見に行く。変装？そう。お互いニット帽かぶって、うん、で、マスクして、で、メガネかけて。一個言っていい、うん、一緒なんやろ。うん。目立つわ。目立つわ。それ目立つわ。なんかこれいいよな、みたいな。あ、これ、こんな、あれ、あ、めっちゃ値段上がってるとか。そういうなんかね、子供に戻った感じ。うん、カードゲームは、ね。そう。やっぱカードゲームっていつまで経ってもいいよねって思ったし。うん、やっぱり。で、こうまた帰ってきて、デッキをまたそれで変えて。うん、で、またこう、ずっと対戦するって。うん、もう、この一日が最高でしたね。楽しそうやな、めちゃめちゃ楽しいよ。すごいから。いや、だからカードゲームあんまりやったことないからさ、俺にも教えてほしいの、ね、よ。すごいよ、マジで。時間が一瞬。一瞬で。うん、24時間が24分に感じるもん。でも24分なんやな。24分は感じんねん。そう、24分ぐらいは感じ。24秒じゃなくて。そう。24時間ってもうほんまに一瞬。一瞬で終わる。ガチ一瞬で終わる。え、俺もやろうかな。そう、だからそれこそ、ふっかさんとかも、うん、一緒にやってるから。そう。いいな、それ。めちゃめちゃいい。そう、ルールは分からんねんけどさ、どんな感じの？これ深いんすよ。結構、説明しすぎると、うん、まあ、今1時間、2時間、3時間、4時間、まあ5時間ぐらいかかっちゃうかもしれないですけど、まあじゃあ、コンパクトにしますね。あ、お願いします、ね。あ、やっぱね、知らん方も多いですからね。はい、まあ、まあ、まずポケモンカードっていうのは絶対まあ、5人に1人はやってます。ああ、そうなんや。はい、もうそのぐらい結構まあもう増えてきてます。まあコレクターなのか、プレイする専門なのか、まあこの2種類いるんですけど、うん、まあなんかこうゲームの基本で言うと自分の場になんか6枚カードを置くんですよね。うん、それを先に取った方が勝ちみたいな。なんかそう、でも敵のポケモンをまあ1人倒すと、うん、まあそれが取れ、まあ自分の6枚のうちのカードが取れるんですよ。でそれを6枚なくした方が勝ちってゲームなんですけども、簡単に言うと、うん、まあそれは簡単すぎるんですけど、まあなんかこれ場に結構まあベンチポケモンっていうのが6体置けて、うん、でまあバトルフィールドにはまあ勝負。こうガチンコで勝負できるのが一体ずつなんですけど、まあでもその一体同士、まあ結構このそこだけじゃなくてこうベンチポケモンをどれだけ育てれるか、進化とかもあるんですね。ポケモンがやっぱあるじゃないですか。醍醐味、ポケモンの醍醐味、ヒコザルからこうゴーカザルになるまでみたいな。まあその進化をどれだけしてこう育てていくか、ほんでそれとあとこの6枚のカードをどれだけ取られないようにするかと、あと取りに行くか。あとこう、やっぱ進化にするにおいても、進化したポケモンが倒されると1枚じゃなくて3枚取られる場合もあるんです。うん、だそういうのもやっぱこう考えながら戦っていく、うん。めっちゃ奥深いんですよね、ほんまに。それこそグッズとか、なんかこうグッズカードだったり、それサポートするカードとかもあるんですよね。そういうカードもやっぱこうもっと駆使して使っていかないとあかんなと思いますね。いい声でいい。はい。全然まとまってない。全然まとまってないし、何言ってるか分からへんなんだけど、途中から。最初のは分かったで、なんかデッキなんか、まあ、6体捕まえたらいいっていうことで、この倒したらいいっていうか、そう、6枚カードを先取った方が勝ち。それまでは分かったけど、うん、結局さ、京平と宮戸くん、どっちのが、五分。五分。五分。マジで五分。五分五分やった。五分五分。ほんまにいい勝負やった。いい勝負やった。うん。
いや、だから俺そこの場に行きたいんやけど、だってなんか話聞いてるのは分からんけど、やっぱ実践でやってみないと分からんやん、そういうのって、うんうんうん。だから俺もやってみたいって今思ったから。いや、マジやってみましょう。それこそゲーミングチャンネルでもこの前出たんで。あ、そうなの。ポケモンカードの動画が。え、やろう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 。やりましょう、ぜひ。やろう、ぜひ、お願いします。はい。番組はまだまだ続きまーす。今日の担当は、大橋和也と、高橋恭平。なにわ男子の、ウブラジー。SixTONES です。君にだけは伝えたいんだ。お部屋探しはエイブルだから、もう一度言わせてほしい。お部屋探しはエイブル。エイブル。涙なくして語れない感動のストーリーや、可愛くて癒される動物映像、ネット上の話題のトピックから世界の驚きの映像まで、ウェブメディアグレイプは思わず誰かに伝えたくなるコンテンツを厳選してお届けしています。グレイプで検索。島田秀平とオカルトさん、最新回のゲストはこの方です。ハニートラップの梅木です。心霊スポットソムリエの異名を持つ梅木さんのディープなお話を伺っていきます。よろしくお願いします。島田秀平とオカルトさん、ポッドキャストで配信中。なにわ男子のウブラジー。なにわ男子の大橋和也です。高橋恭平です。なにわ男子のウブラジーをお送りしています。そしてメールをちょっと読みたいと思います。そして何やりやり。いいよ。いや、独特やなと思って、つなぎ方が。いや、つなぎ方はね、人それぞれない。俺はそしてなの。そしてなんや。そう。うん。またっていう人もおるやん。なんかそれではとかじゃない。じゃあ、普通歌読みたいと思います。はい、ナナミン家のエリカさんからいただきました、群馬県の方です。リスナーの愛称が、俺らの心の拠り所になっていますが、ラジオネームのところに入れるには長いということで、無難な拠り所ネームか、俺らのだけにして、俺らの〇〇さんという感じにしてはいかがでしょうか。もうこれ決めたん、京平やからさ、どう思うかな、うん、これ。ついにそういうお便りがやってきましたか。そう。入れるにはちょっと長いね、やっぱ。いつ来るか待ってました、そういうの。あ、もう待ってた。もう来るんじゃないかなってヒヤヒヤしました。うん、いや、これどうも、無難な拠り所ネームか、俺らの〇〇さん。どうしようかなっていうことで、ちょっともういつも来てんねんけど、福岡県のね、あ、中学2年生やって。ありがとう。チョコマシュマロさんからいただきました。リスナーさんの愛称に決まった、俺らの心の拠り所が長いと言っていたので、勝手に省略の提案をします。あ、提案してくれてんて。あ、提案ね。うん。俺らの心の拠り所なんで、俺より、いや、俺どころは、どうでしょうか。めっちゃはしょるやん。もうはっきり言ってさ、もう、だって、原型ないやん。原型ないよな。俺よりと、俺どころ。え？俺決めた意味あるそれ。これさ、でも正味俺1位になったからさ、うん、これ曲げる、ね、曲げなくてもいいはずなんですけど、うん、なんか今、ね、提案っていうのはなんかもうね、帰ろうみたいな感じになってます、うん、今それ。いや、帰ろうとは言ってないけど、いや、どうっていう、提案してくれてるだけやから。ほんまに？みんながそう。別に帰ろとは言ってない。そう。漢字にしてはいかがですか？帰るのあかんみたいな流れになってない。なってんのなってない。いや、強兵が決めたから、全然強兵が決めてくれていいのよ。これ俺もしそのまま突き通すって言ったらいけんのこれは。いける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 。それはそうよ。どうするどうする、省略するのか、まあ、その強兵がちょっと変えるのもありよ、縮めて。最初何でしたっけ？俺らの心の拠り所で、拠り所ネームか、俺らのだけにして、俺らの〇〇さん。うん、その〇〇さんは、そのみんなのリスナーさんの名前。なあ、それいいかもね。え？それいいんじゃないですか？なんてなんてなんて。それでもいいんじゃないですか？それでもいい。そう、俺もどっちかで迷ってたんですよ。ああ、そうなん。そう、やっぱ俺らの心よりどころっていうのも長いなと思ってたんですよ、正直。うん、最初はそれで突き通してみたんですけど、うん、来ちゃいましたから、うん、まあ、それでもいいんじゃないかな。あ、じゃあ、ほんだら、俺らの〇〇さん。うん。でもいいよって、省略してもいいってこと？うん。まあ別に俺と同じ意見やし。オッケー、ほんだら、今決めていいの？じゃあ。いいよ、それでいきましょうよ。オッケー。うん。じゃあ。俺らのもあるの、そう。じゃあ、ほんなら、ななみん家のエリカさんもね、チョコマシュマロさんも、あ、決まりました。俺らの〇〇さん。うん、まあ、〇〇の中で、うん、リスナーさんのお名前を入れてくれたらなと思います。そうやで。でも、うん、元は俺らの心の拠り所やからね。元はね。そう。別にこれ忘れてはいかんからね。これがあっての、俺らの〇〇
まるまるさん。いやだから送る人は俺らの心の拠り所でもいいってことやもん。そう、それでもいいからね。うん、それでもいいからね。そっちしなあかんってわけじゃないから、ね。うん、好きな方でいいから。なるほどね。選択肢が2つできちゃった。素晴らしい。今日記念日やん。今日記念日。そう、もう一個そう、もう一個名前できちゃったよ。なんだ今日の記念日的にさ、名前的に俺らの記念日さんの日でいい？違うんだ。違うか。うん、それは違う。うん、じゃあ続いてはこちらのコーナー行こうか。行こうか。うん、行ってくれた。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。行きますね。行って行って。続いてはこちらのコーナーです。シンクロクエスチョン。メンバーの個性に関する質問にね、二人同時にせーので回答するコーナーですけども、コーナーですけど、え、なんか生まれました。え、こう、そういうシンクロクエスチョンっていうコーナーですか。じゃ、うん、コーナーじゃない、コーナー。そういう名前ですか。コーナー。え、珍しい名前してるな。違う。俺22年間生きてきたけど、なかなかこの名前と出会ってないな。違う、初めてです。二人同時にせーの。シンクロが名字でクエスチョンがあだ名ってことですか。いや、もうそれでもいいよ。それでもいいけど、違うのよ。二人同時にね、せーので回答するね、ゲームでございます。はい、なるほど。はい、コーナーか。はい、なにわ男子をよく知らないっていう方にね、ちょっと僕らのことをよく知ってもらおうっていうね、はい、コーナーなんですけども。え、何って。なんかいろいろ。コーナーね。コーナー。はい。はい、まあまあ、今日と俺はね、言うてさ、ラジオもさ、生放送で1時間、やってきたわけや。まあ3年ぐらい。そうですね。でもこれ、ね、結構いろんな人と組み合わせでやってきましたけど、なかなかこれ揃わんよ。うん、揃わんの？なんか、いや、俺もだって今までね、リューチェとかケントとかってやってきたけど、うん、全然揃わんよ。マジ？俺ケントとかも、多分ジョー君とかも、お互い2問ずつぐらい、多分、2問以上は揃ってたと思う。うん、じゃあ俺に問題があると思う。すごい、多分。これは俺が多分、申し訳ないって感じ。迷惑かけると思う。ほんまに、シンクロクエスチョンは、俺がすっげー難しいと思う。いやいや、だってさ、俺らってさ、結構さ、はっきり言って何話しなる前からもさ、一緒に遊んでたわけやん。まあそうですね。そうそう、だから結構俺らは関係性深いと思う。いや、そう思ってくれるならありがたいです。ほんまに、でもこの企画は大橋君に負担かかるなと思います。大丈夫、当たるよ。もう俺に合わせるが前提になってくるっす。もうだって俺ら合わせるっていうよりもう合わさってるやん。うわぁ、その感じがさ、最後に持つのでしょうか。はい、じゃあまあそんな二人ですから、回答はね、シンクロしまくりなはずです。じゃあちなみにね、回答がシンクロしたらこの音が流れます。聞いてください。綺麗な音。綺麗な色ね。綺麗な音。うん、色を言ってもらったけど。あ、適当じゃん。大丈夫？適当じゃん、適当じゃん。大丈夫？綺麗な色やねって。何色が見えた、今の。音色、音色って言いたかったけど、はしょってもんだよ。そう、いや、はしょらんといて。音色って言いたら、音が大事やから。音色。色って言うと色になるからね。そうやな、ごめんごめん。シンクロしなかったらね、まあ、二人の関係が閉ざされたということでね、この音が流れます。うわ、あ、コナンでございます、これが。これがコナンやね。あ、もうさっき言ってましたね。これがコナンでございます。さっき言っちゃう人や。じゃあね、じゃあやっていきたいと思うんですけども、はい、それでは、シンクロクエスチョン、始まり。なんで、少子来るわ。そんなんあった？シンクロクエスチョン始まりみたいなの書いてあった？そんな。え？ちょ、俺が読むねんな、これ。俺、始まりみたいな。もうびっくりする。じゃあ読みますね。始まり。高橋恭平が自覚している自分のチャームポイントといえばどこ？おお。あ、これだったら俺に合わせてくれる感じですね。俺もう、俺多分、チャームポイントって言われた時点でも俺わかる。わかる？うん、俺やで。うん。俺もう頭の中でよぎってる。ほんまに、俺結構変化球組んで。おお、俺も変化球。で、あスライダーっぽい。俺っぽいことで考えてな。オッケーオッケーオッケー。俺横からの回転。わかった。オッケー。オッケー。3, 2, 1いくよ。せーの。横顔。あはは。そんな欲張りなや。いや、欲張るやん。もうだってさ。じゃ、そんなんさ、いやもういっぱい言ってきてるやん。いや、だって一個言っていい。横顔分かってたよ。うん、だって前からもかっこいい。あ、分かってた？うん。じゃあ正解や。じゃあ正解やん。分かってた上の。だって。いいの？いいの？いいのいいの、これでいいの。だってさ、前からもさ、かっこいいよ。当然ね。今日はかっこいいけど、横もかっこいいけど、そう合わせたらもう全部って言ってしまうやん。なるほど。このマインドで来てくれるの助かります。うん。ちょっとこのマインドでちょっと次のポイント行くで。すごいわ。これ今日もう心強いわ。行くね。はい。じゃあ続きまして、ライブ中の大橋和也。どんな時が一番素敵？はいはいはい。僕、ライブ中の大橋和也、どんな時が一番素敵？はい。どんな時が一番素敵？うん。どんな時が、まあ一番輝いてますか？僕何してる時が一番輝いてますかって。まあライブ中はね、ずっと輝いてますけど、あ、なるほど。より一層、
どんな時が一番輝いているかなっていうことで。これじゃあどっちに合わせます？いやもう。俺に合わせてくれてもいいっすよ。あ、もう共演に合わせて。俺が言いそうなことを言ってくれてもいいですし、うんうん、で、俺がほんまに合わせに行くのかでもいいですし。あもう全然全然、共演に合わせるっていうかもう合わさってるから、そう合わさ、もうだってどっちも合わさんでいいと思う。あ、じゃあもう、合わさ一緒、もう一緒みたいなもん、ね。もう一緒一緒一緒。あ、なるほどなるほど。じゃあ OK です。じゃあ行きますか。3, 2, 1せーの。全部。全部やんな。全部よ。え、だってさ、うん、そのライブでお話ししてくれたらどんな時一番素敵、まあ、今さっき話し合ってる時でもヒントくれてたもん。全部やん。もう全部やん。どんな時でもって言ってたやん。うん、もう全部やん。だってどこの瞬間でもかっこいいもん。だってこう、MC してる時でも、こう、ちょっとこう、まとまってない感じが、それがまたちょっとこう、ファンの皆さんを心をくすぐるというか、なんかこう、ちょっとちゃんと、なんか、はい、なんかこう、仕切ってるけど仕切れてない感じ、仕切りたがりやけど仕切れてないところとか、めっちゃ可愛いし、でもこう、踊るとこう、かっこいいみたいなギャップがありますし、あげて避けるパターンね。いや、ほんと全部、俺も全部やと思ってたけど、やっぱ、だって言ってん、俺。全部輝いてるって。そう、やっぱお互い全部輝いちゃってるからね。うん、そう、やっぱ、でも手打ってる時、やっぱファンで皆さんの笑顔を見るのとはめっちゃ好きやし。あ、もう思ってた、それも。そう思ってたやろ。思ってた。けどやっぱそんなとこだけじゃない。いや、大橋くんはそんなとこだけじゃない。やばいやばい、俺泣きそう。やば。やろ？今だから2問中2問正解してるからね。やばいやばいやばい。一応キラって鳴らして。おーい。サクさん仕事早い。はい、今パーフェクトよ。パーフェクトよ。今パーフェクト。じゃあ共演呼んで次。どんどん行きまーす。行こう行こう行こう。はい、行きます。高橋恭平という人間を英単語で表すと何？英単語って何でしょう？まずそこから始まる。それも踏まえて、俺が何て言うか。待って。英単語が分かってないってことね。英単語が分からない高橋恭平は何と答えるってなってるっす、今。多分。あー、うん、あー、おー、マイガー。まだまだ、まだまだ、3、2、1来てないからね。来てない、来てない。まだ来てないからね。まあ、英単語で表せればいいってことだな。そう、俺という人間を。オッケー、高橋恭平という人間をね。オッケー、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 分かった。3, 2, 1せーの、フォーエバー。待って。一個言っていい？はい。一緒やん。オンリーワンとフォーエバー。マジ？うん。フォーエバーはどういう意味で言った？フォーエバーは僕は永遠だよって。みんなの永遠の存在だよって。うわ、一緒やん。ただ一人。ほら、オンリーワン。確かに。ただ一人の存在。確かに。みんなの永遠の。確かに。ただ一人の存在。俺はそう、永遠とただ一人、うん。まあ言ったらまあ、こう、あ、いや、そう。これは無理やろ。これは無理があるやろ。いけるいけるいけるか？いける。これ一緒にいけるか？みんなの心には、恭平という、ただ一人の存在をずっと。いるよってこと、ね、そうそう、ずっといるよって。もう永遠にいるよって。やばい、これずっと。え、初めてパーフェクトになっちゃうかもしれない。一応、あ。まず、合う合わないの以前の問題でした。僕が英単語がわからないと思いきや、実は大橋和也くんの方がわからなかったようです。まあ、オンリーワンってまあ、まあ、単語単語やな。単語単語。単語単語。ねえ、オンリーワンは、ね、もう二つの単語ですから。うん、まあ、二単語やな。はい、二単語ですから、うん。単語単語やだから。そう。単語単語も違うもんですけど、うん。あ、じゃあさ、まあ、問題にはないけど、はい、まあ、俺、はい、俺を英単語で表すと何やと思う？なるほどね。うん。なるほど、ね。これちょっと一回やってみよう。オッケーオッケー。うん。今んとこパーフェクトだからね。パーフェクトだから、そう。今んとこパーフェクト。マジで。前代未聞今日は行くよ。行こう。行くよ。これは行けるよ。パーフェクト行くよ。行ける行ける、絶対行けるから。で、大橋君は英単語で何て言うかね。そうそうそう。じゃあ、ちょっとほんだら、スイーツは流そう。オッケー。3、2、1。せーの。キュート。待って。なあ、恭平、一個言っていい？考えてなかったやろ考えられんかったやろこの時間で。なあ、ほんまに。なに、ワンおい。なんか。なに、俺をワンと思ってるの。どういう、まあまあ、種類によるわ。聞こう。一応聞くで。恭平、ワンってどういう意味？どういう意味？あの、やっぱ、大橋君って犬っぽいもん。犬みたいに。そっち？めっちゃ可愛い。そっちのワン。めっちゃ可愛いもん。オンリーワンみたいな。そう、だから、二単語なるから、そのワンじゃなくて、犬の鳴き声のワンな。ワン。ドッグでええやん。まあ、いや、ドッグってみんな言いがちやん。やっぱ大橋君も結構、やっぱこう、イレギュラーなとこあるから、やっぱこう、普通じゃないぜ、俺。あの、結構変化球で行くんだぜっていうところあるから、やっぱこう、犬はワンっていう感じで表現させていただきました。まあ、そういうところはありますね、僕は。はい。鳴き声じゃない。英単語。ワン。
ワン。いや、キュートもだ一緒やって。キュートもだって可愛いってことやろ。可愛い。俺もワンは可愛いと思って出てきてるから。あ、やば。そう。で、犬ぐらい可愛いってことやかな。あ、待って。そうやね。と、やっぱこう犬ぐらいやっぱこう、うん、やっぱリュウチェに、こうやってこう、抱きつきに行ったりとか、うん、こう、よしよししてたりとか、うん、もうそういう姿も可愛いなっていう。ああ、なるほどね。なんかこうやっぱリーダーやけど、うん、やっぱそうやってこうメンバーのみんなにこうやってこう、分け隔てなく接してる姿、うん、そしてこうダンスしたらキレッとかっこいい姿、やっぱこう、それもメリハリついててやっぱ可愛いなと思うっていうことで、踏まえてのワンや。おーい。よし。よし。全問正解今。全問ちゃう？今4問正解してるからね。やば。どうするこれ。全問やで。うん。ちょっと、次も行く？え、マジ行こう。行っちゃう。俺もこれ成功やからね。次ラスト行こう。次ラスト。これ5問パーフェクト行きましょうよ。パーフェクト行こう。ちょっと行きましょうよ。じゃあ、恭平読んでみて。はい、読ませていただきます。うん。もし、恭平がペットになったら、どんな動物？おい、ええ質問や。ええ質問。ええ質問？これええ質問。これええ質問？うん。いや、これ、俺も出てきてます。これ見た瞬間も。まあ、恭平がうん。俺がペットになったら、どんな動物なのか。うん、ああ、なるほどね。ペットだったらね。オッケー。もうこれ合わせて、パーフェクトで、もう異様なしましょう。オッケー。はい。じゃあお願いします。せーの。ドーベルマン。え、もいいです。今のブブーでいいです。なんか嫌です。嫌です。なんで嫌だ。なんか、めっちゃ一緒やったし、嫌です。え、怖っ。え、びっくり、なんか、すげえ鳥肌立ったわ。すんごい。なんか変な。なんかほんまに。ちゃんと会っちゃったやん。ちゃんと会っちゃったな、ね。この流れは想定外よ。俺は、ちょっと見た目でもう選んだ。なるほどね。ドーベルマンっぽいやん。俺これ結構いろんな雑誌でも言ってるのよ。うんうん、なんかよく聞かれるから、うんうん、なってみたい動物だみたいな、うんうん。僕ドーベルマンってよく言われるんですよね。うんうん、って言ってたからドーベルマンって言ったんやけど、うん。じゃあもう、それを見たわけでもないから、うん、じゃあもうたまたま奇跡だ。ちゃんと恭平を俺は感じ取ってたってことや。ありがとうございます。もうこれはもうじゃあもうね、正真正銘の。全問正解。全問正解ということでいいですよね。え、初ちゃう全問。初ですよね。初や。おいや、ギネス乗るんちゃうんこれ。これギネスブック載りますね。いや、拍手も一緒やねん。一緒やねんて。まあ、まあ、こんな感じでね、全部あったんですけども、はい、異業達したんちゃう？異業達した。異業達した。異業、異業なしたとかじゃねえ。なし遂げたじゃなくて。異業達した。達した。はい、以上、はい、シンクロクエスチョンでした。はい、それでは、はい、ここで一曲、うん、この曲はですね、本当に、曜日感覚を本当に整えられる、うん、今日はこの、今日は何曜日、今日は何曜日って分かる曲になっております。ほんまか？アルバム、ファーストラブから、なにわ男子で、月火水木金曜日。ベイシア夏のハートポイントウィーク、8月9日までの期間中なら何度でも税込み5000円以上のご購入でベイシアポイントが3倍に。ベイシアは家族で集まるおうち時間を応援します。だから嬉しいベイシア。東京に浮かぶ広大な島に新たなカルチャーの祭典が誕生。東京アイランド、9月23日から25日の3日間、海の森公園で開催。キャンプや豪華アーティストによる音楽ライブをお楽しみいただけるほか、子供から大人まで楽しめる数々のワークショップ、花火、サウナ、ヨガ体験、居酒屋コーナー、愛するペットとも一緒に過ごせるペット専用エリアなど、さまざまなアトラクションが皆様をお待ちしています。東京の大パノラマを見渡しながら楽しむ未だかつてない一大フェスティバル、東京アイランド。チケットは絶賛発売中。詳しくは日本放送イベントホームページまで。なにわ男子のウブラジをお送りしています。はい、それではちょっとね、普通歌の方を読んでいきたいと思います、うん、ありがとう。ラジオネームカボウくんからいただきました。私は最近運動不足予防として1日1曲ダンスを踊っています、うん、1曲のダンスを覚えるのにとても時間がかかるのですが、なにわ男子の皆さんはダンスの振り入れにどのくらい時間がかかりますか？あー、なるほどね。ね、いや、これ極端じゃないですか。大橋くんが得意で僕はすごく苦手っていう。え、でもさ、言うてさ、あのサクさんも言ってたけど、うん、あの
グループによってやっぱ覚える速度は違うやん、うん、けど早い方って言ってたみんな、スタッフさんも。いやもうやっぱグループ、そのやっぱ何は男子の中でもですね、やっぱ、うん、でも早い遅いあるじゃないですか。早い人と得意な人、苦手な人、基本やっぱこう僕が一番苦手で、まあジョークも苦手な方じゃないですか。そう、僕とジョークに競り合うみたいな感じなんですけどもいつも藤原丈一郎ね。そうでもどっちも、あお前あ振り覚えてないみたいなんで、僕もジョークできてなかったら、いいジョークできてないみたいな言い合うんですけど、うん、いつも基本でも極力大橋くんは結構できてるというか、まあ覚える速度は速いですね。抜ける速度も速いけど、そう、あでも覚えてなくてもなんかで、なんかね、すごいなんかかっこいいんですよ。何それ。まあ嘘です。いきなり褒めてくれるやん。冗談です。え、冗談、こういう冗談もちょっと挟んでいこうかな。あ、冗談挟まれんの、はい、俺冗談も挟んでいこうかなっていうのもあるんですけど、そう本音やと思っとくけど、そうでもほんまあるんですよ、うん、なんかこうね、フリーをこう全部入ってないけど、うん、ちょっとあ忘れちゃったところはなんか自分の実力でカバーするいや、ほんまに、でも。そういうところがすごい。覚え方、ね、覚え方っていうか、俺ないのよ。な、はっきり言って、もう、ジャニーズ入る前からダンスをしてるから、もうダンス付けの、ね、あの、ほんまに毎日やったんよ、俺。でもそれがやっぱすごいですね。そう、それが、あの、体が染みついちゃってて、もう脳で覚えてないの、俺。もう体が覚えちゃってるって感じ。覚えちゃってる。覚えちゃってる。体が覚えちゃってる。体が覚えちゃってるって感じやねんけど、ほんまに、だから、それも頭でこうやってこうやってって考えずに、一応体動かしてみる。何回も動かしてたら、それはもう自然と出てくるんで、うん、脳の反射って言うねんけど、脳までこう行かずに、うん、そう、もう体のところでこう留まる感じ。やって、カバー君。秘密化して、うん、考えるより動けってことです。おえー、それ。それ言いたかった。今日されてる。俺最近されてるんですよね。最近とか、俺前々から思ってたよ。俺。今日って賢いと思う。賢いんやな。うん。賢いと思うわ。俺、ちょっと、なにわ男子の頭脳派でいきたいなと思います。よろしくお願いします。これからも、これからね、はい、なるかもしれんからね。はい、じゃあ、続いてはこちらのコーナー行こうか。毎回切り方、もういや、俺も苦手なんですけど、うん、やっぱこう人のを聞くと思うんすね。うん、やっぱ大橋くんもすごい下手ですよね。切り方じゃなくて、人それぞれから切り方、うん。話の流れでいこうかなって。難しいですね、そう、話の流れでいこうかなって言ったら思いますね。はい。じゃあ、続いてはこちらのコーナーです。いきなり、インタビューありがとうございます。皆さん、はい、本当にありがとうございます。この曲なんですか？企画会議。え、この曲ですか？はい。まあ、新たに始まったちょっとコーナーでございまして、企画会議のコーナーで発案した、はい、僕、大橋のコーナーがついに実現しました。ありがとうございます。これは。そうなんですよ。僕がね、ちょっと発案したんですけども、僕が聞いてみたい質問とかを、道行く人にぶつけて、果たしてどんな回答が返ってくるのかという街頭インタビュー企画でございます。うん、そうなんや。だからスタッフさんがね、聞きに行ってくれてたらしい。じゃあこれ聞いてくれてはんの。そう、まあ質問としては今回はなにわ男子まず知ってますかと、もう一つがウブラジという番組を知っていますかという質問を聞いてくれたらしい。うわ、そう。まずね、第一にね、まずなにわ男子を いろんな方にも知ってほしいから、はい、ということでね、聞いてくれたらしいんですけども、それでは早速ね、インタビューの模様を聞いてみましょうか。聞いていきましょうよ。いいですか。まずはなにわ男子知ってますかということです。知ってます。ダイヤモンドスマイルが好きです。ジュニア時代のオリジナル曲なのに、すごくなんかいろんな人が幸せになれるようなメロディーだったり、なんか歌詞もすごい素敵で、私の友達もすごく好きです。まあ、名前は僕知ってる。僕はあんまり知らないんですけど、あの妻が好きみたいで、なんかあんな恋がしたくてとか、なんかそんな感じのフレーズの曲を聞いたことがあります。知ってます。友達がなにわ男子好きな子がいて、その子はチュキチュキハリケーンが好きで、おすすめされました。してます。ウブラブと近代一少年の主題歌のジアンさんね。ジアンさん、おお、ありがとうございます。知ってます。曲はですね、ちょっとわからない、聞けばわかるかもしれないんですけども。はい、知ってます。おお、どうぞ。デビュー曲ぐらいしかわかんないです。なにわ男子知ってます。この前ドラマで流れてたシンシアっていう曲がすごい好きで、それきっかけでアルバム買いました。買ったの？知りません。知りません。知りません。
なのに幸せなのに。じゃあ待って。知らなくてもいい。いいのいいの。知らなくてもいい。知らなくてもいいからね。知らない。知らないままでいて。ね、今後ね。今後ね。3歳らしい。知らなくてもいい。3歳の子供やったらしい。知らなくてもいいの。子たちやったらしい。いいのいいのいいの。これからね、知ってくれてね。うんうん、全然いいからね。いや、いつでも、いつでも。うん。僕らもういつでもやるかもですから。そうそうそう。今も知らなくて。じゃあお母さん本当によろしくお願いします。あ、そうでもインタビュー受けさせ受けさせていただいちゃってすみません本当に、うん、よろしくお願いします。でも知らないです。知らないでしゅ。かわいいね。いや、かわいいけどね、ほとんどの方が知ってくれてたね、なにわ男子っていう名前をね。いや、めっちゃありがたいですね。しかも曲まで ね、なんか全然俺知らないです、わかんないです、すみませんみたいな。いや、おるんかなと俺思った。みんな知ってくれてたっすね。みんな知ってくれてたし、歌も歌ってくれてたよな。ね、男性の方、しかも。売れたって方もいたし。な、流星、大西流星の今電話してるからね。主題歌で。そう、主題歌で、シンシアって曲でね。いや、めちゃくちゃ嬉しいね。ね、なんかジュニア時代からの曲みたいな、ちゃんと説明入っても、ね、説明ありきの人もおったし。めっちゃ嬉しいな。ね、詳しい人もおったし、すごいありがたいですね。これからももっともっと頑張ろうってなんか思えたよね。いや、もうちょっとこれはいい企画でございますね。いい企画やろ？ね、ちょっとこれはこう、嬉しい、頑張れるってなりますね。頑張れる？うん。マジ？で、二問さ、質問あったやん。まず。なんで二問？二問。あんなに私知ってますかと。うぶらじ。はいはい。うぶらじっていうね、番組知ってますか、はい、ということで、ちょっとそっちの方をちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。なるほど、なるほど。そうも聞いてみましょう。じゃあ続いて、聞いていいですか？はい。うぶらじ知ってますか？聞きました。あの、日本放送のラジオよく聞くんですけど、すいません。うぶ、じゃあ、何？うぶらじはちょっと存じ上げません。あ、知ってます。聞いたことはすいません、ないです。知りません、ごめんなさい。名前だけなら知ってます。はい、うぶらじ聞いてます。この間の、私おもろいリスナーやねんっていう企画がすごい面白くて、あれなんか夏限定かもみたいな話してたんですけど、ずっと続けてほしいなって思います。おー、りゅうちゃんのやつ好評やん。まあでも名前だけ知ってるって方が多かったですね。ね、だって名前だけ知ってくれてたらね、あの検索したらね、出るもんね。そうそうそう、このラジオやってね。そう、もうそれもその人の頭の中にはおるってことやから、もうそれだけで十分です。いや、嬉しいよね。そうそうそう、いつかはね、もうそこからもう次のステップに上がっていくっていうことも大事ですけどね、やっぱこう次はぜひ聞いていただきたいです、ね、暇な時ね聞いてほしいよね。そんな別に聞きたいと思ってもう嬉しいねんけど、うん、まあパッてかけたら、あ、なんか、うぶらじっていうの流れてる。で、面白いってなってくれても嬉しいしな。そう、ほんまにも何してる時も、ほんまなんかブリッジしてる時とかでもいいですし。往復前進でもいいしな。往復前進してる時に、ちょっと聞きたいなっていう瞬間あると思います。うん、その瞬間に聞いてくれるようなラジオでも大丈夫なので。うん、そう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 、はい。そのぐらいです、僕のラジオは。そのような感覚でやっております。もっと頑張ろう、俺らも。頑張りましょう。うぶらじももっと頑張ろう。そう。もういろんなとこ、いろんなことをしてる間にも聞いてくれるようなラジオで。そやな。なっていきましょう。ちょっと、いい企画ちゃうこれ。いや、これよかったわ。いいよな。うん。え、嬉しいな。大橋君は考えたんやけど。考えた。すごい。やっぱ街頭インタビューってなんか、いいよな。でも確かになんかこう、うん、ラジオ感ありますよね。そう、うん。ラジオでもあんまないや、インタビューしに行くっていう。まあそうですね。うん。だから、まあ、一応これ、考案したんやけど、まあ、次回さ、質問、なんかある？なんかしたいこととか。今言ったらさ、多分聞いてくれると思うから。なんやろうね。でもそれこそやっぱこう最初は大橋くんが、やっぱ大橋くんが考えてんか、うん、大橋くん。そうやね。まあ2問目、僕ね、好きな食べ物がプリンじゃないですか。はい。プリンと、今、ちょっと最近ちょっと好きなものありまして、ブリュレも好きなんですよ。うん。皆さん、プリンとブリュレ、どっちが好きですか？ちょっとこう、どっちが好きで、どっちが好きやったか、ちょっと統計を取って、パーセンテージにしてほしい。はい、なるほど、なるほど。そう、なんか別にプリンとブリュレじゃなくても、そういう、ちょっとパーセンテージみたいなのちょっと面白いなと思って。なるほど、なるほど、なるほど。そう、そういうのもちょっとやってみたいなと思うんだけど、そういう企画ね。はい、はい、はい。え、どう？え、俺はわからん。これは、ね、もう採用されるかわからんけど、うん、え、なんかこう、何は男子7人いるわけじゃないですか。うんうんうん、誰の顔が好きみたいな。あ、もう、だから、もし、そう、パネルみたいな。そう、何は男子知りませんって言った方に、そう。入ってバンって見せて、そう誰、まあ、顔だけ、もう顔だけの好みやったら誰がいいですか？そう、この中でほんまに誰、そう、知らない人に誰がいいっていう。うん、あ、なるほどね。そう。それもいいかもね。パーセンテージにしてもらった。そう、で男性の方とかもそうやし、女性の方でも知らない方でも。あ、しかも、ちょっとリスナーの方で、インタビュアーも、してくれてる方もある。宮城県のゆうちゃん。はい。何は男子を全く知らない一般の方に顔写真、あ、見せて、この中で一番丸々そうな人はっていう質問して、顔だけでイメージを聞いてみるのはどうでしょう。いや、今日人似てるこれ。似てるね。ね。
そうそうそう、まあ、かっこいいじゃなくても、まるまるそうな人。確かに、それもいいですね。こういうのもいいよね。うん、ね、俺のより、すごいいいかもしれない。なんか、まるまるそうな人って、すごいいいかもね。うん、なんか、もっと、めっちゃ元気そうな人とかね、うん、めっちゃお金も持ってそうな人、みたいな。なり。な、そういうのも。いろんな聞き方ありますね。聞き方あるからね。うわ、それありかもね。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、それ。採用。採用やわ、それ。それで次行こう。うん。うん。以上、いきなりインタビューでした。今日のメンバーは、大橋和也と、高橋恭平。なにわ男子の、うぶらじ。車を売ろうとしている方、下取りだったり、近くの中古車屋でいいやなんて思っていませんか？それ、もったいないですよ。実は、中古車買取店によって、買取額に差があります。しっかり比べないと損するかも。そこで、車たかし。車たかしは、中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。平均18万8000円も買取額に差が出てるんです。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、最大8社の査定額が無料でわかります。あとは比べてみて、一番高いところを選ぶだけ。車を高く売りたいなら、車たかしで検索。北海道文化放送の人気番組アンドサウナと日本放送が夢のコラボ。耳から整うリラクゼーションプログラム、藤森慎吾の有楽町サウナクラブ。有名人サウナーをお迎えしたり、サウナクイズがあったり、あなたをまどろみの世界へ誘います。藤森慎吾の有楽町サウナクラブ、ポッドキャストで8月10日配信スタート。なにわ男子のうぶらじ。今から5年後、あなたは何をしてどんな風に暮らしていますか？5ヶ月先ならすぐに答えられそうですが、5年後だとどうでしょう？人生の景色がちょっとだけ変わっているかもしれない。未来に思いを馳せて手紙を送ってください。5年後の私へ。はい、5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するコーナーです。リスナーさんと一緒にちょっと先の未来について考えていきたいと思います。それでは読ませていただきます。ラジオネームリンゴパイの足跡さんからいただきました。5年後の私へ。今私は10年間目指してきた教師の道に進むことをやめて企業への就職を決めました。小学生の時からずっと学校の先生になりたいと言い続けて、高校受験も大学受験も頑張ってきたのに、教育大学に進学してから学校教育について学んでいると、これは自分のやりたい教育ではないと感じて、教師になることをやめると親に宣言した時はすごくがっかりさせてしまったことを覚えています。就職先が決まった今でも、おじいちゃんはあまり納得していないようですが、5年後にはそのおじいちゃんに安心してもらえるように、楽しく一生懸命働き、しっかりお客様と向き合える素敵なサービスマンになれているといいな、とのことです。10年間積み上げてきた、やっぱ教師の、やっぱ教師がなりたいってなってたのに、それをやめてこう、ガラッと全く違う方に行くっていうのは、すごいやっぱ勇気もいると思うんですよ。違う世界に行くっていう、これまた新しく諦めずに頑張っていくことで、今はまだちょっと納得してないおじいちゃんも、やっぱ心の底では頑張っていることもやっぱ知ってますし、ツンデレなんかもしれないですし、おじいちゃんも。実はちょっとこう、嬉しいけど、やっぱそこはもう、そのままやっぱりサービスマン、素敵なサービスマンでしっかりもう皆さんにもう笑顔を届けていただけたらなと思います。せやね。だって親も親でさ、やっぱりこうやって応援してくれてると思うからね、もっともっと頑張ってほしいと思います。うん、うん、頑張ってください、うん、今夜もたくさんのお便りありがとうございました。ストーンズです。エイブルでお部屋を探せば君の未来はきっと見えてくる。イメージを現実に。部屋エイブルで決めよう。エイブル。すいません、インタビューいいですか？あの空き地にあるでっかい土の塊って。ああ、ゴーレム。屋根にパラボラアンテナつけてくれたり、木に引っかかった風船取ってくれたりするよ。動くんですか？もちろん。台風の時なんか一晩中瓦を押さえてくれてね。優しいですね。優しいよ、この街のゴーレムは。ヨーロッパ企画新作公演、
あんなに優しかったゴーレム、アイボと郷愁のサイココメディ、9月28日から10月10日池袋アウルスポットで上演。チケットただいま発売中。詳しくは日本放送イベントホームページへ。番組ではですね、あなたからのメールを募集中です。宛先はなにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com、 なにわのスペルはなにわです。なにわのスペルはなにわですって言われてもさ、 ANANIWA って言ってほしいね。俺はこれはね、スペルやから、うん、そういう問題です。うん、はい、もうそう、はい、言っていただいて、オッケーオッケー、そういう感じです、スペルは。そういう感じでした。うん、何話のスペルを、そう、今、大橋くんが言っていただいたですね。はい、NANIWA でございます。はい、メールの件名にはですね、それぞれのコーナー名を書いていただけると助かります。はい、助かります。ここで、何話男子からのお知らせです。何話男子、初のアルバム、ファーストラブがリリースされています。皆さん、たくさん聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。さらにですね、アルバムを引っ提げたツアー、なにわ男子デビューツアー2022ファーストラブも、ぜひよろしくお願いいたします。うん、お願いします。これからまたいろんな地方回るので ね、皆さん、ぜひぜひ、見に来てくださる方は楽しんでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい、なにわ男子のうぶらじ、楽しかったね。あ、面白かった。2人であんまなかったからね。うん、よかった。うん、楽しかった。ワイワイ楽しめたということで、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は大橋和也と高橋恭平でした。バイバーイ。バイバーイ。藤ヶ谷太輔です。ラジオラジオしたラジオを目指しています。ラジオラジオしたラジオで話す藤ヶ谷、藤ヶ谷した太輔を聞いてください。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズは今日夜10時半から。8月10日はハットの日。お買い上げで何かがもらえるハットの日感謝セール実施中。16日火曜日までイエローハット。長野の元気、未来の味方、 JA 全農長野。白菜といえば冬の野菜、いいえ、長野県の白菜は6月から10月に旬を迎える夏秋の野菜。漬物にサラダにスープなど、夏でも食卓で大活躍。秋はもちろんお鍋でどうぞ。 JA 全農長野。日本放送ポッドキャストステーションでは、地上波番組の再編集版やオリジナル番組も配信中。日本放送ポッドキャストで検索。ラジオラジコからスタジアムの熱狂をあなたに。 FM93 AM1242、 いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。こんにちは、日本放送の山内博明です。神宮球場は現在つば九郎主催2000試合達成、今表彰式が行われて、高津慎吾監督も少し笑みがといいますか笑いがこぼれています。そんな中でスワローズ5打席連続ホームラン、スワローズ4番の村上宗隆選手がなんと特例2022登録抹消です。週末、昨日から始まりました神宮でのヤクルト巨人の3連戦の2戦目、そしてつば九郎は2000試合達成、さらにはスワローズ現在2位のタイガースとは 9.5 ゲーム差、8月夏休みの連戦、主砲を欠いての戦いがこれからスワローズは始まります。いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター、今日は神宮球場のヤクルト巨人20回戦、若松勉さんの解説、実況担当日本放送山内博明でお送りします。若松さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。今つば九郎が何の表彰かなと思ったら2000試合だったんですけど、ね、すごいですね。いやー、もうつば九郎フィーバーですよ。本当ですね。皆さんね、つば九郎の T シャツを着たりと、
そこでいやびっくりしました、今日練習に村上宗隆選手の姿がなく、若林さんついに主砲にもコロナの影響出てきました、一人だけね、死んでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい、なにわ男子のうぶらじ楽しかったね。いや面白かった。2人であんまなかったからね。よかった、うん、楽しかった。ワイワイ楽しめたということで、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は大橋和也と高橋恭平でした。バイバイ。藤ヶ谷太輔です。ラジオラジオしたラジオを目指しています。ラジオラジオしたラジオで話す藤ヶ谷した太輔を聞いてください。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズは今日夜10時半から。8月10日はハットの日。お買い上げで何かがもらえるハットの日感謝セール実施中。16日火曜日までイエローハット。未来の味方 JA 全農長野。白菜といえば冬の野菜、いいえ、長野県の白菜は6月から10月に旬を迎える夏秋の野菜。漬物にサラダにスープなど夏でも食卓で大活躍。秋はもちろんお鍋でどうぞ。 JA 全農長野。日本放送ポッドキャストステーションでは地上波番組の再編集版やオリジナル番組も配信中。日本放送ポッドキャストで検索。ラジオラジコからスタジアムの熱狂をあなたに。 FM93AM1242 いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。こんにちは、日本放送の山内博明です。神宮球場は現在つば九郎主催2000試合達成、今表彰式が行われて、高津慎吾監督も少し笑みがと言いますか笑いがこぼれています。そんな中でスワローズ5打席連続ホームラン、スワローズ4番の村上宗隆選手がなんと特例2022登録抹消です。週末昨日から始まりました神宮でのヤクルト巨人の3連戦の2戦目、そしてつば九郎は2000試合達成、
さらにはスワローズ現在2位のタイガースとは 9.5 ゲーム差、8月夏休みの連戦、主砲を欠いての戦いがこれからスワローズは始まります。いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター、今日は神宮球場のヤクルト巨人20回戦、若松努さんの解説、実況担当日本放送山内弘明でお送りします。若松さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今つば九郎が何の表彰かなと思ったら2000試合だったんですよ、ね、すごいですね。いやー、もうつば九郎フィーバーですよ。本当ですね。皆さんね、つば九郎の T シャツを着たりと。そこで、いやびっくりしました、今日練習に村上宗隆選手の姿がなく、若松さん、ついに主砲にもコロナの影響出てきました。一人だけね、コロナ